はい、本日はですね、こちらのノースフェイスのドットショットジャケットをご紹介していきたいなと思います。いよいよ禁断のジャケットのご紹介ということで、僕のこの動画見ていただいている視聴者の方はもしかしたらあれっていう感じかもしれないんですけど、ノースフェイスの中でもめちゃくちゃ人気あるんですね。で、めちゃくちゃ人気あるのに、お前はなんでずっと紹介してこなかったんだと、違うラオウジャケットとかケンシロウジャケットばっかり紹介してたけども、なんでこのドットジャンを紹介してなかったかっていうのをですね、まあ、おいおいは喋っていくんですけど、とにかくこのドットジャケットってめちゃくちゃ人気なんですね。なんで人気なんかっていうと、もう先に言っちゃいますわ。もうコスパなんですよ。めちゃくちゃコスパがいいということで、まず一番最初にノースフェイスのジャケット買いたいな、あ、防水のなんか良さそうなマウンテンジャケットあるかな、あ、ドットジャケットやないかいうことで、まずこれを見ると思うんですよね。でも他にもノースフェイスってこのマウンテンジャケットとかね、防水のジャケットいっぱいあるのに、なんでこのジャケットタクゾーお前は紹介しなかったんだいと、俺はこれを待ってたんだぜっていう方もいらっしゃるかなというふうに思いますので、まあ今日の流れとしてはですね、まずまあ外観パート見ていってもらって、でその次特徴ですよね。で、こういうとこが、このドットショットはいいんちゃいますかいう話をして、とは言いながら、このデメリットがこのタクゾーちゃんをちょっと止めてたんだよと、買うのをちょっと止めてたんだよっていうのも聞いてもらって、で、その次に、とはいえおすすめ、やっぱ売れてる理由っていうのがやっぱあるんですよね。だからこれ売れてる理由は僕は多分これやと思いますわみたいな話して、最後はサイズ感と、サイズがね、ちょっと小さめというか、まあ、クライムライトジャケットっていうジャケット持ってはる方やったらご存知かなと思うんですけど、まあ、大体あれと同じような企画ですわ。わからへんよっていう方は、まあ、最後まで見てもらったら、サイズのとこも見てもらったら分かると思うんですけど、そんな感じで終わって、その後ね、特典パートで、僕の本音をつらつら喋っていこうというふうに思いますので、その順番でいきますね。まずはじゃあ外観からいきたいなと思います。では外観ですね。はい、こんな感じでね、迷彩のタイプを今回は購入してみました。ちょっとね、迷彩バージョンは普通バージョンにちょっとだけ高いんですよ。だけどまあまあ何千円、1000円2000円かなぐらい高いっていう感じなんですけど、このカモフラ柄ですね。で、ポケットがこの両脇にポケットがあるんですね。ちなみにポケットに関してはこれは普通のジップやから、止水ジップとかではないですよ。だからちゃんとね、上からこうやってフラップがかぶされてるんですけど、このポケットの大きさはまあまあ大きいですね。長財布とかはすっぽり入るような大きさで、でこっち側も同じですね。長財布がすっぽり入るような感じになってます。ほんでこの裏側はなんかこういう感じですわ。こういう感じのね、コーティングがされてます。すみません、爪をね、昨日切ったばっかりで深爪しそうになってるんですけど、その辺はお許しくださいということで、ポケットは以上2つですかね。あと特に胸とかにあるわけでもないし、で袖口にはベルクロとかついてるので、袖のね、手首の調節ができるので、手首細いよって方はギュッと締めたいし、手首ごっついよっていう方はね、緩めてもらったらいいと思うんですけど、そんなのができますと。で、特にこれは収納とかはついてないですね。はい、ついてないですね。ベンチレーションとかもないし、まあ本当にポケットが2つついてて、ここにノースフェイスのロゴがあって、これが刺繍で入ってると。で、お値段が 22,000 円の消費税と。で、XL サイズ購入してますよ、ということぐらいですかね。あ、ちなみにメインのジップもね、普通のジップです。止水じゃないんでね、こんな感じですわ。で、YKK が使われてると。一回ちょっとまあ開けてみましょうか。これがね、後々言うんですけどね、コーティングされてることによって、ちゃんと防水になってるんですね。まあ、カッパとしても着れるような感じになってて、この手つきはあれなんで、ちょっと戻ります。はい、ということでね、じゃあ、特徴を見ていこうじゃないかということになってるんですが、まずはですね、防水であるということですよね。このジャケットね、防水仕様にやってるんで、まあ、今時期のね、梅雨とかでももちろん着れるのはそうなんですけど、ノースフェイスのアイテムって防水のやつもあれば撥水のやつもあったりするんですね。どっちがどっちかちょっとわけわからへんわっていう感じだと思うんですけど、これに関しては防水、もう全然濡れませんよと、台風の時来ても全然安心して着れますよなんていうのがこの防水の機能になってると。まあこれがハイベントっていうね、生地を使ってるんですけど、まあそんなややこしいことはどうでもいいと。ハイベントかお弁当かちょっと忘れたけども、それは一旦置いといて、とにかく防水の機能がついてるんだねっていうところをまずこれは分かってもらったと思うんですね。ほんで、まあ2万2000円ぐらい、あ、それやったらちょっと母ちゃんに小遣いなんとか言えばまあまあ買えんことないかなみたいな、その代わりちょっと禁煙今月しましょうかねっていう感じだと思うんですけど、まあ値段的にも考えたら、あ、まあ防水やしいいじゃないの、じゃあなんでそれがちょっと悪いの、微妙なのっていうことなんですけども、まあ、僕の視聴者の方やったら分かってますよね。そう、あれやから微妙なんですよねなんて言って、次の特徴としてはですね、これ防水と言ってるんですけど、ゴアテックスじゃないんですよね。で、ゴアテックスって何なのというと、もう防水の王様なんですよ。もう誰が何と言おうと、ゴアテックスがもう頭一つも二つも飛び抜けてるんですね。もうこれがもうすごいでってことで、いろんな試験とか実験とかもやりまくってる、もう最先端のアメリカの技術を使ってるのがゴアテックスなんですよ。だからね、雨ルームみたいなのがあってね、もう雨びしゃびしゃに降らすところに、人をこうやって中入れてね、ジャケット着させて、もう全く濡れへんか実験させたりとか、それ以外にもね、ローラーみたいなのキューンってやってね、生地がね、破れへんかとか、いろんな実験されてるのがゴアテックスなんですけど、これはゴアテックスじゃないんですよね。やけど性能は一緒、
あの防水やし蒸れにくくなってるしっていうのは性能一緒で、ほら性能一緒やったら安い方がええやんけって思うかもしれないんですけども、残念ながらこのゴアテックスじゃないやつは劣化しちゃうんですよね。まあ、なんで劣化すんのというと、このね裏側の生地にポリウレタンというのがまあコーティングされてるんですよ。でそれが何に弱いのっていうと湿気に弱いんですね。日本ってめちゃくちゃ湿気多い、特にこんな梅雨の時期なんかもう湿気なんかどうしようもないじゃないですか。毎日エアコンで除湿機かけてたらええけども、除湿機ってめちゃくちゃ高いんですよね。暖房とか冷房はそんな高ないけども、除湿機がめちゃくちゃ高くて、なんか今月の電気代高ないって言って、なんでやったっけな、あ除湿してるからやわっていうのもあったりとか、あとそれ以外の除湿専用機械なんか出てたりするじゃないですか。あれも高いんですよね、ランニングコスト。だからそれぐらい日本って除湿とか湿気とか、まあそういう悩みあるじゃないですか。そやからこのポリウレタンというこの裏の生地はめちゃくちゃ天敵なんですよね。分かりやすく言ったらね、中学とか高校の時にね、あのスクセ毛の子をねアイロンめちゃくちゃ伸ばして頑張ってね学校来るじゃないですか。朝ちょっとあの彼女と一緒に登校するんだなんて言ってね、こうやってセットしてましたよね。こう皆さんこう下からあの髪の毛持ち上げてセットしてましたよね、皆さん大体ね。で襟足もこうやってましたよね。でその時なんかにねアイロン当ててるから、あの朝はいいんですよ。でも登校してる最中にちゃんと傘も差し入れますよ。だけど湿気でね、あの癖が出てくるんですね。うねうねうねって、あれってどうしようもないじゃないですか。あれと一緒、もうこれもどうしようもないんですよね。もういくら除湿機かけてようが何してようが、除湿機かけててもやっぱり湿気ってこの空気にあるんですよ。でそれに反応してどんどん劣化していくっていうことで、まあ、クセ毛ちゃんになっていくのと同じようにポロポロちゃんになっていくんですね。ポロポロ剥がれていきましたり、あとネバネバしてきたりするという、まあ、劣化が起こるんですよ。まあ、これがねゴアテックスとちょっと違うところで、あと着心地もやっぱ若干違うんですよね。実際着てみますね。まあ、着心地としてはね、あのそんなめちゃくちゃどうかっていう感じはないんですけども、やっぱりゴアテックスのジャケットと比べるとちょっとカッパっぽいんですよね。まあ、ちょっと安い感じがするとっていうのが着心地なんですけども、まあでもこれしか着てへんかった人からしたら別になんてことなくて、まあ、カッパよりももちろん上質なジャケットはジャケットなんですけど、まあ、その辺がね、まあ、特徴になってくると思います。だからゴアテックスじゃない分やっぱり劣化がしちゃうというところは、これはまあ特徴の一つかなと思います。ただね、次の特徴としてやっぱりコスパいいんですよね。っていうのも何かっていうと、今巷で流行りノースフェイス買いたいなと、あのやけども今月ちょっと接待もあるし、夜の姉ちゃんからもたまに LINE 来て、あのうちにも来てよと、緊急事態宣言そろそろ終わるからうちにも来てよなんて言われたりしたらですね、小遣いからどないしようかななんて思ったりすると思うんですよ。でまあその時にね、3万円切ってるのってめちゃくちゃ A ラインやなと思って、これ2万2000円だったじゃないですか。やけどこのね単色のカラーのやつだったら多分2万前後で買えるんですよね。だからちょうど3万円お小遣いの方やったら2万円はジャケットと消えちゃった、でも残り1万円やったらこれ接待できるじゃないですかと。でそれ以外にやったらタバコも買えますよねとか、あと缶コーヒーも毎日ガブ飲みしてカフェインドバドバ入れれますよねってなってくるでしょ。ってなったらまあコスパはいいんかなと。ノースフェイスの他のジャケットだったらやっぱ3万円超えてきたりとかするから、ちょっと小遣いオーバーやなってなってきて、いくらタバコやめて缶コーヒーガブ飲みするのもやめて息臭くなくなったけども、さすがにちょっと3万円超えられると1ヶ月のあれから考えるとちょっと厳しいんですよねなんて言ったりすると思うんですけど、まあその辺のねコスパがいいんかなっていうところが特徴になってくるかなと思います。まあ、ジャケットの、ね、性能としてはほんまになんていうんですかね、ノースフェイスから出してる3枚のジャケットとそんなクオリティの差ってないんですよ。マジックテープこうやってついてたりとか、マジックテープベルクロね、ベルクロがついてたりとか、あとまあジップがあったりポケットがあったりとか、そんな性能が特に劣ってるっていうのは全然ないんで、確かに1着目買うとか、ノースフェイス持ったことないけど持ってみたいななんていう人はね、あいいじゃないのとは思うんですけど、ただデメリットね、さっきから言ってますけどデメリットとしてはこれは知った上で買っといた方が絶対いいと思うんですよ。別に買うなとは思わへんけども、知った上で買っとくのは必要かなと思って、まあ買うんだって僕買ってますけどね。まあ何がそういうデメリットなんかっていうと、やっぱ劣化するんですよね。でたまにコメント欄とかで、いや僕5年ぐらい使ってるけど劣化しませんよっていう方もいらっしゃるんですけど、それはたまたま地域とか気候がね、あの湿度が低いところに住んでたり、湿度が低いところで保管してたから劣化しなかっただけで、これも物理的に日本におる以上湿度って高いからもう劣化はするんですよね。それがただ3年で劣化しますよっていうのか、まあ、5年持ちましたわっていうのか分からへんけど、とにかく日本におる以上湿度の問題はどうしようもないんですよ。だからね、これで悩まれてるドットショットお持ちの方とか、あとまあ店舗の方っていうのはいらっしゃると思うんですよね。なのでね、この悩みっていうのはもうどうしようもない。でたまたま劣化しないという方はもうたまたまあの運が良かったっていうだけで、いずれ劣化するのはもう物理的に仕方ないんですけど、まあ、それがねあの一つでもう分かった上で購入するっていうのは全然いいと思うんですけど、ちょっとまあデメリットかなと。でもう一個のねデメリットが何かっていうと、僕個人的にはですよ、スポーツするしない人、スポーツを全くしませんねんっていう人って、こういう簡易ジャケット買えってイメージ
ージやけど全く逆なんですよね。むしろスポーツする人らの方が勝った方がいいんちゃうかなと思って、スポーツせえへんような、この待ち着でしか着いひんような人はむしろ買わん方がいいと思うんですよ。それなんでなんかというと、スポーツする人らってね、そもそも劣化せえへんジャケットとか買ったとしても破れる可能性とかあるじゃないですか。特に登山とかクライミングとかしたら枝に引っかかったりとか、もうそれこそ劣化待つ前にジャケットがもう使いすぎてへたってきたわっていう可能性あるじゃないですか。やけど待ち着できててね、そんなへたることないじゃないですか。って考えたら、ジャケットが擦れてボロボロになる前に先にね、中の劣化が起こっちゃうんですよ。だから僕個人的には街とかで着て、あ、まあこう激しい運動せえへん人はむしろ逆にゴアテックスにした方がいいかなみたいな。でスポーツする人らとかはもう普通にゴアテックス着てようが何着てようが劣化する時とか、もう破れる時とか、そのこけたりする可能性もあるじゃないですか。やったら別に安いやつをバンバン変えていくっていう方がまあいいんかなって僕の考えはね思うので、まあ、人それぞれ考えは違いますけど、僕のデメリットはそれかなというふうに思ってますので、まあそんな感じで思ってます。でじゃあおすすめの人とは言いながら、おすすめの人は何なのというと、やっぱりね、今まで言ったのを総括して、あ、劣化もしますねんねと、でもそれは分かった上でも値段的にはいいじゃないのって言って購入される方やったらめちゃくちゃいいと思うんですよ。というのもやっぱ後々修理とかね受けれるから、こう長く付き合えるんですよね。でまあ劣化しちゃえばね、まあしゃあないんですけど、別に劣化したって中がボロボロなってるだけだから、外見は分かりませんでってこうドヤ顔でね歩いていって、中見せる瞬間にパーッとそこで着替えてね、会社の同僚とかね、あの学校の友達にバレへんように着替えてたらいいと思うんですけど、外見はね全然分からへんから、外見が劣化するっていうのはないんですけど、まあ中がねこうベトベト、さっき見てもらったこのグレーのとこがねポロポロ剥がれたりベトベトになるっていうのは、まあこれはね多分分かった上で購入されてるとは思うんですけど、まあその辺がねファストファッションとの違いというか、やっぱりユニクロとかももちろんいいんですけど、ワークマンとかもいいんですけど、やっぱりあれってね、あのワンナイトラブ的な感じでね、やっぱ一晩なんですよね。ワンシーズンもうそれだけでポッキー、それをポッキーでおしまいということで、もう連絡も取ってんし、どうなってるか知らんわみたいな感じやけども、やっぱりこういうちゃんとしたアウトドアメーカーのって、もちろんノースフェイス以外もパタゴニアとかモンベルとかもう修理ってあるじゃないですか。ほんならなんていうんですかね、ちゃんとした付き合い、お付き合いができるというか、別れたよねって、確かに 2,3 年前一緒におって別れたけど、今でもたまに連絡取ってていい関係を続いてるんですよっていう元彼元彼の、いや皆さんいらっしゃいませんか。そういうね、あの真っ当な付き合いができるっていうのが、まあ、このまあ、ノースフェイスとかアウトドア系のブランドにはまあ共通してることかなというふうには思いますね。で最後ね、サイズ感いきたいなと思うんですけど、これ僕今着てるのが XL サイズでね着てるんですよ。で XL サイズで着てるんですけど、サイズ感的には冒頭でも言ったみたいに、クライムライトジャケットに似てますって言って、クライムライトジャケット知らん人からしたらわけわからんと思うので、どういうことかっていうと、ちょっと着丈がね短いんですよ。で着丈が短いので、ちょっとこうチャリンコ乗る時に着たいとか、あとまあ登山する時とかスポーツする時とかに着たいってなってくると、ジャストサイズやと、まあ、特にチャリンコの時なんかそうですよね、こう腰がねこう見えてきたりするような感じもあったりするので、まあ、丈が長かったら全然問題ないですけど、まあ、ちょっとその辺が気になったりするんかなというところで、今回 XL を購入したんですけど、まあ、本当にあのクライムライト持ってはる方だったらクライムライト通りな感じでいいんかなというところに思いますね。まあクライム持ってたらこれ買いませんね、ドットショット買いませんね。よう考えたらドットショットとクライムが同じだから、ドットショット買った上で、あ、クライムにワンランク上上がりたいなと思うんやったら同じサイズ感でいいかなというところで思いますので、まあこの辺でね一旦終わりにしたいなと思います。この後はね特典パートナーって僕の本音になってるので、そんなもん聞きたくないわという方はここで一旦終わってもらって、次は特典パートナーについたいなと思います。はい、ということでね、このドットショットジャケット、まあ僕が辛口でおそらく採点するやろうと思われてるそこのあなた、その通りなんですよね。星で言うと星 2.0、正直1点台にしようかなと思ったけども、まあまあこれはこれでね、あのノースフェイスというブランドで見た時にすごいスペックの高いジャケットばっかりじゃなくて、まあ、ちょっとねスペックを下げてエントリーモデルっていうのも必要じゃないですかって考えたら、まあまあブランドとしてはありやなと思うし、ただジャケット性能としてはなしなんですよね僕の中でね。せっかく2万円も出すんやったら、やっぱり長くこう持てるようなジャケット、この中がボロボロになって、これ修理ね出してもね、中のボロボロはね対応してもらえないんですよね。もう一回コーティングかけたりとかっていうのができないので、もう中はボロボロになってちょっとどうしようもないんですっていう対応おそらくされると思うんですけど、それやったらもう1万出して本物のゴアテックスいっちゃおうよと言うたって、あと半年我慢したら1万円貯まりますやんって、コツコツ2000円ずつ貯めていきましょうよと、1500円かなずつ貯めていったら1万円貯まりますやんっていうことなんで、そんなね急いで買うこともないかなと思うんですよ。こんなん定番で出てるもんやしね、あのドットショットももちろん定番やし、クライムとかもね1万円あげたらクライムライトジャケット買えるけど、まあ、定番で出てるやつやから、そんな急いで買わな売り切れちゃうみたいな感じじゃないんで、まああの春と秋に出てるから新色がねどんなん出るかなみたいな、で秋口になったりしたら次こんなカラー出る、あ、これやったら俺いらんな半年待ちましょうかとか、いえいえ今回のやつええやないかっていうことやったらすぐ買えばいいと思うんですけど、まあそんな感じでね、あの、まあ、僕個人的にはもう1万円プラスしてあのワンランク上に行ってほしいかなとまあ思ったりするんですけど、まあそれぞれ皆さん諸事情あると思いますので、今までの、ね、デメリット聞いた上でも、 ありやなと思うのやったら全然ありやと思うんですけど、今度ねあの
ドットショットじゃなくてベンチャージャケットっていう、まあこれもね値段そんなに高くないんですけど、それもレビューするつもりではいてますので楽しみにしておいてください。ということで本日はですね、ノースフェイスのドットショットジャケットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。